はいどうも、カードショッピング桃田屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録かと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。アゾリウス LO ということでライブラリーアウトデッキですね。はい、先月ね、まあミシック行くのにめちゃめちゃ活躍してくれたデッキだったんですけど、まあそれをちょっとね調整して、はい、使っていこうかなということでね。はい、まあ、エスパーもね、作ってはいるんですけど、まあ、個人的にはこっちの方が好きかな。まあ、強いとか面白いとか、そんな全部なしにして、こっちの方が好きかなっていうのがね、ありますね。まあ、こっちの方がなんかパワーカードらしい、あんまりカードが入ってないっていうところが、まあ、もともとアゾリウス色で一番好きなんでね。はい、なんか、白と青、綺麗ですよね。まあ、そんな理由程度なんですけど。はい。あとはこの書き消し否認のバランスとかちょっと調整したぐらいかな。あんまりそんなにはいじってないんですけど。はい、とりあえずこの精神壊しでね、相手のライブラリ吹っ飛ばしていきたいと思います。さあ、それでは早速やっていきます。はい、プレイ。さあ、キープしてたんし、ボロスか。どんなデッキやろう。ボロスの装備品デッキかな。さあ、土地が欲しいなと。こういう血なんだろう。いろいろ出てくんな。かけるかどうかだけど、もう無視して突っ込むか。さあ、だっマジで。それはちょっとびっくりだな。参ったよ。ダメだね、止まんないね。さあ、黄昏の凶楽。相手のデッキちゃんと分からんけど、プレンズオーカー触れんとして育てていこうか。ジェイス、プル付きか。えぐいな。
ん？ん？これは装備コスト払わんでもいいなんかあるんか？ちょっとわからんけど。攻撃31。どうしたものか。ジェイス殴らせとくっていうのも一つ手かなと思うんですけど、サタンシュル、まあ、こちら自身はとにかく国別まで持っていきたい早く。ジェイス殴ってくれると思うんですよ。二段攻撃だよね。まあ、一応ね、先に決定的瞬間いきます。黄昏の凶楽と精神壊し墓地に送るか。できれば打ち消しある状態で行きたいけどね。まあでもやはりそれよりも特別だね。とにかく国別が欲しい。止まんないね相手。ウサギは持ってこないんだね。速攻のそれ持ってこられるのが一番嫌ではあるけど。殴れたぞ。ちょっと全力で守るか。ジェイスありますしね。
ここにトランプルがつくのか。耐えれるかこれ。ちょっとわからんぞ。二段攻撃、あれこいつにトランプルついてない。ついてないんだったら16、このタイミングではつけられんよね。さあブロック、信仰の繕い。これは悩ましいな。さあ精神壊し。さてこれが通ればだったんだけど、8枚、9枚いけるか。さっきなかったぐらいだからね。さすがに1枚しかないんじゃないかな。さあどっか。それは関係ないな。なんとか削り切れそうですね。さあジェイス、さあ9枚削ります。はい、対戦ありがとうございました。決定的瞬間、ジェイスか。これさ、消しに行くとさ、復活するパターン？あの1マナが嫌だね。集団失踪やられそうだよね。ほら来た。もうこれはね仕方ない。まあこの一発は食らう覚悟でねやったんで。結構きついね。ここで4点食らうのがきついぞ。
2点で済んだ。まあそれはありがたいな。さあ粘れ粘れ。サブロック。さあどうだろうね、状況あるかな向こう。おお怖かった、今格闘飛んでたら終わってたね。おお、わからんけど行けるとこまで行こう。あと21枚、ただこっちのライフがあと8。おお、きつい。きついが、それをやったらこちらの勝ちじゃないか。一点届かんよね。きついんだけど、多分一点届かんと思う。精神壊しが残ってるっていうのが非常に強いんだ。とりあえず3。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。お相手なんだろうね、エスパーの。飛んだ引きだな。さあ、決定的瞬間。ここに書き消し使ってくれるのか。ああ、間違えた。準備してるとこういう時ミスるよね。さあ、黄昏の凶楽。お相手はエスパーフレンズかな。
まあ殴られるのは全然 OK っす。なんでカード引かなかったんだろう。カウンター構えの優先したというんでしょうか。進行の作ろう。ガンガン使ってきます。さあ集団失踪。タップインが痛いね。ここで避妊構えるから全然話変わるんだろうけど。お、いいですね。とりあえずこれでミレックス打ちながら、厳しいな。なんかめんどくさい動きしてきましたね。ダニを出します。おー、ダニで殴って集団失踪。さあアタック。なも警戒。通報しちゃってもよかったんですけど。むしろこっちが撃ちたいからね。精神壊し。これはチャンスですね。ただ向こうね、この2枚が墓地にごそっと落ちるんだな。これがちょっと嫌だな。もう分からんけどガンガン行こう。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。これはなんだ、セレズニアエンチャントかな。そんな感じですね。いや違うか。先に土地を確保しよう。太陽光が打ってしまえば大体解決すると思うんでね。まあ OK です。手札、墓地、はい、ライブラリ。とにかく土地を伸ばさないと話にならないんで。
さあ、黄昏の狂楽。時間稼ぎ、時間稼ぎ。無鉄砲来そうっすね。厄介だな。無鉄砲は厄介。さあ間に合うかこれ。とにかくここしのげか。さあ黄昏の狂楽。攻撃力がおかしいからな。22打点がやばい、やばすぎるよ。しかもこれあれだね、ドローがついてくるから。しかも次多分噛みつく相棒やってくるだろうな。えぐいえぐいえぐい。これはうまいこと回りすぎだって。本当に意味わからん。残りライフ4、ね、きつい。しかもこっからだよね。こいつフェイリックスでドローされていくんだろうな。すぐに立て直されるよね。こちらも2発目3発目欲しいところなんだけど、これはずるいな。無鉄砲でカードはどうだ、引けるのか。引けるんですね、やっぱりね。国別じゃないとダメですよね。こいつを追放しないと。あ、もうハンドが1、いきなり5枚。11、かわいいね。あ、こちらがライフがなさすぎて厳しいんですわ。どうする、もう一発撃つか。これは結構でかいんじゃない。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行。展開としては ただミレックスあるからね。簡単ではない。サターン終了。さあエルズペスの強打。難しいな、どうしよう。さあ進行の繕い。さあ2枚捨てる。
さあ、黄昏の狂楽。さあ、問題は相手フルタップのところに精神コアスをつけれるかどうか。さあ、決定的瞬間。どうしようか。直例ある気がするんだよね。さあ、集団失踪。これは強いよ。さあ、精神壊し。あっても1枚やろ。否認か。サダック。さあ、だいぶ綺麗になりましたね。あと22枚。さすがにこっちの方がいいか。サタンは終了。まあ、むしろリリアナ捨てさせてくれたら精神壊しが落ちるんでね、悪くはないですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。アゾリウス LO ということで、まあ、先月ね、ランク戦でかなり勝率が高かったんで、まあ、今月もスタートこれでやっていこうということでね、ちょっとまあ微調整してやってみたんですけども、まあ相性はっきりしてるところがちょっとね、良かったり悪かったりまあ決まると気持ちいいんでね、まあちょっともうちょっと触っていきたいなと思うんです。エスパーより個人的にはこっちの方が好きなんですけど、まあエスパーは突破も入れれるんでね、そこら辺面白さは向こうの方が上かなと思うんですけど、まあそこら辺はまたね、両方いじっていこうかなと思います。はい、まあそんな感じで、ライブラリーアウト好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。